あんまりいないでしょ、こんな知名度ないのに出てきただけでわーってなるコンビ、ね、申し訳ない、申し訳ないですね、しかも本当にあの会社の服のままっていう申し訳ありません、申し訳ないです、ね、すいませんね、あのわざわざお金払って見に来ていただいて、そうですね、いや間に合ってよかったですよ、ふざけんなってあるでしょ、ほんとに、いやいや、ちょっと漫才の方していきましょう、はい、ちょっとね、突然なんだけど、俺最近ね、戦国時代の肖像画にハマってんのよ、戦国時代の肖像画、そうそうそう、で、その中でも俺が一番好きなのは、徳川家康の肖像画ね、あ、なんか、あの教科書で見たこと、なんかこう、尺持ってこういう、うん、そうそう、尺持って、そう、それが一番あの有名な感じの絵をね、あの、動いてはねえんだな、あの、教科書の絵は別に動いてはねえんだ、そうであってほしかった、いや、な、動く教科書珍しすぎる、うん、いや、その絵も有名なんだけども、うん、俺が好きなのはあの分かるかな、あのこうやってさ、なんかこうしかめっ面してるこう家康の絵、あーなんか有名な、もう一枚のやつ、そうそう、もう一枚、見たことあるわ、そうそうそう、俺それが好きで、うん、実はこの絵すごい秘密があるのよ、え、そう、家康がね当時あの戦に負けて、うん、こうわーって逃げてる、で後ろからも騎馬隊とかわーって来るからやばい、ちょっとビビっちゃって、えちょっと汚い話だけどちょっと大きいのをちょっとバッともう漏らしちゃったんだよ、ね、え、うん、マジなんですか、マジで、これマジの話、文献残って文献の話、え、で、その瞬間に絵師を呼べって、うん、絵師を呼んで、うん、その情けない格好をこう絵に描かせた、あーなるほど、だからあんなこう、だから床にも座ってないんや、そうそうそう、今空気椅子、ね、空気椅子ではないのなるほどな、あのその当時は椅子をちゃんとやってた、じゃあ次の絵は分かる、次その漏らした絵の次に家康が描かした絵分かる、次は分からない、俺知っとる、あ知ってんの、うん、こういう家康やん、ああなんだろう、これあれかな、漏らしたからこう心機一転こう戦に向かう感じの絵かな、うん、いやあのこれはあのもう二度と漏らさないと誓って戦に向かい、おうおう、うん、そのプレッシャーからちょっと漏らした、家康家康何してんのお前、いやお前今しめたんじゃないの、さっきこう絵に描いてもらってさ、顔もこの角度やったの、なんでそんな凛々しい顔してんの分かんないし、ね、何よ、次の絵は分かる、次さすがに次の家康、次の家康はこう、だこれはあれだろう、家康御自ら敵に刀刺してる感じの絵だろ、いやあのこれはあのトイレに入ったという安心感でちょっと漏らしちゃった、何をしてるんだよおい一番恥ずかしいことだよそれは、小学生もしないから、あの、ね、端の方に便器も書かれてたから、なんで便器も惜しい、あとちょっとだよ、さすがに次の絵は分かるよ、分かんねえよもう、なんだよこう、うん、何それ、もうなんだろう、漏らしてるっぽいけど、うん、あのこれはあの、うん、自分の漏らしたものを見て、うん、そのあまりの情けなさからちょっと漏らした、恥ずかしいからもう何それ、もうお前は多分ビビったとかじゃなくて普通に便が緩いだけだ、あのお前は次の絵がこう、何それ、さっき見たよこれは、発注ミス、発注ミス同じの間違い、当時発注ミスとかで最終的にこれや、うん、あこれが最初で有名な絵になったね、いやこれ全部漏らした、それも漏らしてたのがいいかでしょ、どうもありがとうございました。